お疲れちゃんです。ラットです。今回は、はい、見てわかる通りミラーウィンプスの方のね、はい、アカウントでやっていきたいと思います。で、まあこちらなかなかトロフィーがまだ低いんでね、はい、まだ1400なんで、まあただのトロ上げで、まあホグとかを今日はね使っていこうかなと思います。はい、で毎回このアカウントを思う、あの開くたびに思うんですけどね、あのスペルマジでね、毎回このアカウント開くたびに、あースペルミスやったなと思いますね。あの名前のミラーウィンプスのミラーの綴りを間違えてしまうっていうね、結構恥ずかしいミスをやっちゃって、意外とそれが結構心に来てますね。心に、胸に、うん、そのしんどいっていう意味で、っていう意味で結構ないないなんですけど、はい、やばい、待って、なんか出だしからめちゃくちゃダメージ受けたんですけど、まあ言うて相手は攻めてきたからそれはダメージ受けるのは当たり前で、その分逆にこっちが攻めたらその分ね、はい、ダメージが通るんで、はいはいはい、まあこっからですね、はい、しっかり相手ユニットに対してユニット合わせて防衛していきます。でこのベビドラが結構テクニックいる僕の防衛なんですけど、やばい、これザップって、痛い、おーゴブリン強いじゃねえか、なんでやゴブリン強いじゃねえか、それは聞いてないな。まあこっからですね、はい、コストが10になる前にしっかり後ろからですね、ネクロだったりハンターだったり、まあ足が遅いやつをですね、はい、出していってあげます。でここまあホグライダー飛ばしといて相手のあの600をね削っときたいんで、はい、出してあげます。このネクロ対決は勝てないですね。あのちょっと僕のネクロが、いや相手のネクロの方が強かったみたいなところはあって、このハンターでゴムで処理して、はい、 OK、 ハンター優秀ですね。でこれはもう5打っていいかな、あーいらなかったかも、まあいいや、まあまあ楽して防衛したいときにはとか、相手がいっぱいユニット重ねてきたときにはファイアボール打ってあげる感じで、また後ろからですね、はい、ネクロマスターつけてあげます。でまた400の方ね削りたいんでホグライダー飛ばします。あれ、ん、おや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 、これは相手は親フラですかね、か電池切れとかかな、はいはい、ラッキー、これラッキーですね。動画中にこうなると、まあ、困るんですけど、意外と。まあ、いや。はい。こういうこともあります。ということで、ラッキー勝利。よいしょー。はい。で、サバがね、意外となんかもう、最近、あの、クララ YouTuber の方々が、みんなが結構、サバカ動画を出し始めて、もう、意外と僕のサバカとかも、そんな、1000とかだと、意外とそんな需要ないんで、でも、ちゃちゃっと買っていこうかな。2、3000まで上げたいですね。よいしょ。はい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 。ってな感じで。ふうし、これスケルトンの防衛して。はい。今日はですね、私、蒙古タンメンを食べてきましてね。やばい。蒙古タンメン、中本、行ってきました。まあ、初めてじゃないですけどね。2回目、じゃ3回目ですね。3回目、今日行ったの含めて3回目の蒙古タンメンなんですけど、いつもは辛さのね、蒙古タンメン辛いラーメン屋なんですけど、辛さの種類があって、3が結構普通な感じの味噌ラーメンみたいなで、まあもう次からが辛いやつで、5が蒙古タンメン、なんかもう結構一番人気なシンプルなやつで、結構まあ普通な、なんていうんですかね、そのまあ誰もが一番初めに食べるやつみたいな感じで、次に7から9から10からみたいな感じでめちゃくちゃ辛さ上がってくるんですけど、僕最初も1回目2回目も両方とも5からかな、その普通な定番的なやつ食べてて、まあ、2回ともそのまあ普通にってわけじゃないですけど、めちゃくちゃ辛いんですけど、まあ、食べれてたんで、今日はあのちょっとつけ麺食べたいなって思って、つけ麺があったんですよね。だからつけ麺にしたら、つけ麺5辛がなくて、もう
その七辛辛しかなくて、七辛辛だからつけ麺の七辛食べたんですけど、めちゃくちゃ辛いですね。もうやばい、一口二口食った時にこれ今日食べれないなってちょっと思いましたね。いやマジで本当にマジで辛いんですよ。そのなんかね、いやうまい辛いなんですけど、うまい辛さなんですけど、そのいや本当に辛くて、食べたことない人はマジで一回食べないともったいないぐらいうまいんですけど、その分辛いんですよね、やっぱ。だからいやー、まあなんとかねギリギリ食ったんですけど、やばいですね。その水辛いからこそ水をめちゃくちゃ飲むんですけど、その分お腹に来るじゃないですか、結局水が。だからなんか普通の量よりも結構いっぱい食った感になるというか、蒙古タンメン結構あの麺よりも具が多いんですよね。具がめちゃめちゃ具が豊富で、だからマジでなんだろうな、最後の方の具を食べるのがお腹にきますね。もう食ってる途中にもう腹がなんか痛くなるというかな、なんかお腹の中で暴れるんですよね、辛さが。なんかね、むくむくするというか表現できないんですけど、もう食ってる途中にお腹にちょっとその辛さがね、ダメージが来るというか、そんな感じなんですけど、でも一回食べると結構癖になる味でめちゃくちゃうまいっすね。なんで行ってみて、行ったことない人はもうぜひね。でもあれなんですね、関東の方しか多分ないのかな。僕岡山住んでた時は蒙古タンメンなかったんで、だからない、もしかしたらないのか、ないのかもしれないですけど、なんで東京とか結構こっちの方来た時は一回はねマジで経験として食べといた方がいいものですね。マジでうまいですから。あ、でも辛いのが苦手な方は無理ですね、やめといた方がいいです。今日僕の友達と行ったんですけど、友達も一口食べた時やばい辛い無理かもって感じで、結構苦しそうにですけど食べてましたね。だからまあ辛いの普通ぐらいの方は余裕かな。でもよいしょ、さあさあさあ順調ですね。であとはまあ今日も安定の何したかな、満喫行きましたね、友達と。マジでクラロワするか、まあ携帯で漫画見るか、漫画他のどっかで漫画読むかみたいな、マジで常に漫画生活送ってますね僕。本当に面白い。今日は何読んだかな、今日はですね、何読んだかな、あ、ブラッククローバーですね。ブラッククローバーっていう、まあジャンプのだからその辺全然知らないんですけど、他の、まあ、ワンピースとかナルトみたいな感じのタイプの、はい、内容のやつですね。でブラッククローバーの最新巻まで読んで、17、18かな巻を読んで、あとは渋谷金魚っていう、その渋谷の街が金魚に襲われるというか、そのね、なんか支配されるみたいな感じの、はい、結構、まあ、グロい感じのやつ見て、1から4が今まで出てたんですけど、5巻が出てたんで5巻見て、よいしょ、あと何見たかな、結構見たんですね。そう、鬼滅の刃最近ハマってるんですよね。鬼滅の刃っていう本を1から今何本まで13まで出てるんですよね。だから今日前1から3まで読んでたんで、今日が4から11巻ぐらいまで、そうだから、あと何か読んだな、いや、ブラックロ、渋谷金魚、鬼滅の刃、もう一個だ、思い出せ、1巻だけなんか読ん、いや1巻があれで2巻で、あ、いやそんだけかな。今日でも3時間いるときに、今日3時間
てかまあ最低3時間いないといけないんですよね、満喫って。最低が3時間からなんで。まあ、3時間いて、これ何曲再したんだろう。で、3時間で11冊ですね、僕は。読みましたね、もう。常に。この僕が、クララ、結構携帯よく触るタイプなんですけど、僕も。全く触りませんでしたね、本当に。もうずーっと読み続けましたね。漫画好きにはマジでたまんない場所ですね。で、11冊読みましたね。で、帰りに、普通にアニメイト寄って、その約束のネバーランドの最新刊ですね。最後の。やつを買って帰った感じかな。はい。なんで、遊び行った時も、まあ漫画読んで、家帰っても漫画読んで、また夜寝る前に、漫画読んで。みたいな感じですね、本当に。めちゃくちゃ漫画生活を送っております。よいしょ。はい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 。てな感じですかね、今日は。よいしょー。さあ。はいはいはい。あとはな、待って、漫画何読んでるか思い出せないんですよね。てか、まあ、いつも漫画の話になるんですけど、サバカだと。に。理由で何を話せばいいのかわかんないんですよね。だから。よいしょ。まあ、僕は漫画が好きなんで。多分このサバカの方がまあ、3、4000とかまで行けば、結構ちゃんとしたこと、ちゃんとしたことっていうかまあ、ここはこうしてみたいなことを言うかもしれないですけど、そこまでだと、ちょいと、もう漫画話しかしないかもしれないですね。おすすめの漫画。そう、僕まあ、戦う系とか、なんていうんですかね、サバイバル系とか、まあ、そっち系が好きですね。なんで、そういう系の漫画とか教えてもらえるとクソ助かりますね。速攻ハマるんで。よいしょ。あ、これホグ入って、ちゃっちゃ勝ちたいですね。これネクロのスケルトンのね、しっかり上げて取ってあげます。で、これベビーのままいいや。で、これ、ネクロの範囲攻撃の前にミニペッカを出して、このままカウンターでホグつけて終わりですね。相手でもインフィエナルタワーが来るかな。あ、ファイブって、もうザップって、このミニペが入って終わりだ。よいしょ。それは違う。と、見せかけて、この逆サイスケルトン部隊いいですね。はい。待って、やばい。一つ気づいた。これ無視で、やばい。攻めないと時間が間に合わない。いや、入ってくね。あ、終わった。いや。はい、って感じかな。よしよしよし。無事トラゲ完了。で、カード、これも大事。巨大宝箱、あと少しですね。あと少しだ。あと少し。ってな感じですかね。で、今、レベルが、まあ、こんな感じなんで、今このデッキ使ってるんですけど、まあ、ハンターですね。トロフィー低い方はマジでハンター使うのおすすめです。あと、ネクロも。で、バルーン持ってる方はバルーンを使ったりかな。あとはまあ結局レベル高いの使った方がいいですね。初めの方は。レベル高いやつ使っとけば上がりやすいかな。はい。あと、ベビドラとかプリンスとかスーパーレアとかも強いんで。はい。という感じで、今回はまあ以上になります。はい。もうトロを上げるの遅いんでね、ちゃちゃっとトロ上げて3000ぐらいの動画を出したいなと思っております。はい。というわけで。今回は以上になります。お疲れ様です。バイバイ。